にちは。ブラウブリッツ秋田背番号3番鈴木純也です。ブラウブリッツ秋田背番号4番相葉瑞希です。ブラウブリッツ秋田トレーナーの平岡海知です。今から5種目の下半身のストレッチと5種目の下半身のトレーニングを紹介していきたいと思います。ではまず5種目のストレッチから始めていきたいと思います。お尻のストレッチから始めていきたいと思います。この状態でお尻のストレッチを行っていきます。この時に体をより胸を前に倒していって、前に出している側の足のお尻をストレッチしていくようなストレッチになります。でお尻のストレッチで特に意識してほしいのは、しっかりと足に対してお腹をぐーっと近づけていってください。そうすることによって前に出している足のお尻がよりストレッチされていきますので、しっかりここのストレッチを意識して行ってください。では次、ももの前側のストレッチをしていきたいと思います。まず片膝立ちになって、その状態でお腹を下の方にぐーっと押し込んでいきます。で手を上げて、足を出していない側の手を上げて少し横に倒れていきます。腸腰筋のストレッチで特に意識してほしいのは、お腹をぐーっと床の方にしっかり押し付けていってください。その時にしっかりももの前側とお腹の前側のストレッチ感を感じてください。それと同時に手を少し体側の方に倒すことによって、よりストレッチ感が増強するので。では次はももの前のストレッチをしていきます。さっきの腸腰筋のストレッチと一緒で、姿勢をとってもらって、後ろの足を掴んでもらって、ももの前側の筋肉を伸ばしていきます。後ろの手をよりかかとをお尻に近づけることによって、ももの前側のストレッチが増強されますので、手の引き加減によってストレッチを調整してください。では次、ももの後ろの筋肉をストレッチしていきます。同じ姿勢のまま足を前に出してもらって、その状態でももの後ろ側のハムストリングスという筋肉を伸ばしていきます。この状態でお尻を後ろにぐーっと引き込んでいって、後ろがストレッチ感を感じるところまで伸ばしていきます。お尻を後ろにぐーっと引き込むことによって、ハムストリングスがよりストレッチされますので、お尻の落とす角度によって調節してください。余裕がある人は手を前に伸ばして、よりストレッチを行ってください。ではストレッチの最後です。最後、手を前についてください。ふくらはぎ、あとハムストリングスのストレッチになります。後ろのかかとが浮かないようにしっかり押さえつけた状態で、股関節は曲げて膝をしっかり伸ばした状態でストレッチを行ってください。余裕がある人はお尻をより高く持っていくことによってストレッチが増強されます。では次は下半身のトレーニングを紹介していきたいと思います。まず1種目目、スクワット。足幅はだいたい肩幅ぐらいに取ってもらって、その状態から股関節を曲げて、股関節、膝関節を曲げてスクワットをしていきます。この時に膝の角度と体幹の角度が平行になるように、膝が内側に入らないように意識していきます。では次のメニューです。次はスプリットスクワット。片足を前に出して組み込むような姿勢、この状態で先ほどと同じような上下動を繰り返していきます。だいたい床と平行ぐらいの高さまで足を下ろして、その状態から上に上がっていくようなストレッチ、トレーニングになります。特にももの前、ハムストリング、お尻のトレーニングになります。この時に膝が足首よりも足よりも前に出すぎない、膝が内側に入らないように意識してください。では次はフロントランジ。先ほどのスプリントスクワットの姿勢に片足を前に出していきます。その状態から蹴り上がってスタート姿勢に戻ってくるようなトレーニングになります。先ほどのトレーニングと一緒で、膝が内側に入らないように、膝が足よりも前に出ないように意識してください。あと体幹のところも、体が傾かない、ぶれないように体をしっかり固めて行ってください。次はサイドランジです。サイドランジは先ほどの前側のランジを横側に踏み込んでいきます。先
先ほどのフロントランジと一緒で、だいたい床と平行ぐらいの高さまでしっかり沈み込んでいって、蹴り上げた足をしっかり力強く蹴ってスタート姿勢に戻っていきます。これもお尻、ハム、もも前の筋肉のトレーニングになります。では次は最後のメニューです。最後はスクワットジャンプになります。スタートのスクワットのトレーニングから一気に蹴り上がってスクワットジャンプの姿勢になります。はい、お願いします。スクワットジャンプはこの沈み込んだ姿勢から一気にジャンプするようなトレーニングになります。このジャンプした時に股関節、膝、足首を全て伸ばしきるようにしっかり意識してください。はい、これで下半身のトレーニングとストレッチの紹介を終わります。いつも秋田を応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で日々厳しい状況が続きますが、秋田の皆様と一体となって乗り越えていければと思います。また皆様とスタジアムでお会いできる日を楽しみにしています。スタジアムでお会いしましょう。